北区の路上で昨日男性が暴行され意識不明の重体になった事件で、出頭してきた少年と知人の男が傷害の疑いで逮捕されました。この事件は昨日午前5時ごろ、北区赤羽南の路上で近くに住む39歳の男性が何者かに殴られ倒れているのが見つかったものです。男性は頭の骨が折れていて現在も意識不明の重体です。傷害の疑いで逮捕されたのは、近くに住む飲食店アルバイトの19歳の少年と、建設作業員の日高和也容疑者40歳です。調べに対して2人とも容疑を認めているということです。警視庁によりますと、少年は昨日日高容疑者と赤羽駅前の飲食店で酒を飲み別れた後、自転車に乗って自宅へ帰る途中、酔っていた被害者と路上で口論になりました。それを日高容疑者が目撃し、最初は仲裁に入っていましたが、その後少年と一緒に暴行に及んだということです。